マンダ語は、イラクとイランの国境地帯に住むマンダ教徒の用いる、天礼言語。アフロアジア語族のセム語派に属するアラム語に起源を持つ、言語の一つである。現代マンダ語は、話し言葉としても使われるが、話者数は2003年の段階で100から200人であり、重大な危機にある言語とされる。マンダ教徒は、パレスチナからやってきたと考えられているが、マンダ語は、 後期アラム語の内東部の南メソポタミア方言の特徴を持つ。マンダ語はアラム文字から発展したマンダ文字で記されるが、いつどのように発達したかは十分な資料がないために明らかでない。現代マンダ語はイラクイラン国境のシャットゥルアラブ川一帯で話される言語であり、他の現代東アラム語の話される地域に対して南東に離れている。 2003年の段階でイラクとイランのマンダ教徒は4万から6万の人口があるとされるが、うちマンダ語の和者は100の200人に過ぎず、30歳未満の和者は存在しなかった。ただし、マンダ教徒の数や和者数に関する確定的な統計は存在せず、これらの数字は推測によるものに過ぎない。現代マンダ語は中期アラム語で破裂音から発生した6つの摩擦音。 f v c i x を保っている。その一方で、無性因等摩擦音は h に合流し、有性因等摩擦音は消滅した。母音は、他の現代東アラム語と同様、ハリ母音、aeiou、aeiou、e、と緩み母音を持つ。歴史的な二重母音 i o は eo に合流した。例、b c i t a ベイタ強制は、 後ろから2番目の音節に置かれる。名詞は男性と女性の2つの性、単数と複数の2つの数を持つ。男性単数は A、複数はアナ、兄がつく。女性はゴビタがつく。他の現代東アラム語と同様、少数の単語が不規則な複数型を持っている。現代マンダ語ではペルシア語から借用した不定を表す設備試合を使用する。例 ゴベラ、男からゴベリー、ある男。認証代名詞は三つの認証、二つの数、二つの性で異なる形を持つ。他の現代東アラム語同様、歴史的な三認証代名詞は、指示代名詞に由来する形に置き換わっている。指示代名詞は、金章と炎章を区別する。動詞は、能動体の三種類の五感と受け動体の一種類の五感を持っている。 動詞は現在と過去の二つの事象のみを持つ。現在形は歴史的に分子に由来する。過去は中期アラム語の官僚型に由来し、他の現代東アラム語が分子に由来する形を使用するのと大きく異なる。未官僚型は現代マンダ語からも失われた。ありがとうございます。